どうも、準備お願いします。よろしくお願いします。カメラご準備よろしいでしょうか。ただいまより知事記者会見を始めさせていただきます。冒頭知事よりコメントがございます。ご質問につきましてはそのコメントの後にお願いをいたします。ご質問の際には挙手の上社名お名前をご発言いただいた後にお願いをいたします。またご発言の際にはゆっくりと大きな声でご発言をいただきますようお願いをいたします。また携帯電話につきましてはマナーモードもしくは電源をお切りいただきますようご協力をお願いいたします。それでは知事よろしくお願いいたします。はい、それでは私から4月の末から始まります大型連休ゴールデンウィークに向けての島根県から県民の皆様へのお願いをさせていただきます。全国の感染状況は依然としてピークは過ぎたものの高止まりをいたしております。直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数はほとんどの都道府県で島根県を大きく上回っておりまして、特に地方部では1日の新規感染者数が6波のピークを超えた県が続くなど、引き続き警戒が必要な状況にあります。島根県におきましても3月下旬以降ほぼ連日100人を超えるこの感染者が確認されておりまして、直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数は4月19日確認分で154人に達しまして、上昇ペースは緩やかでありますけれども、年明け以降の最大値であります167人に近づきつつあります。現時点では医療提供体制が逼迫している状況にはございませんが、より感染力の強いオミクロン株の派生型 BA.2 への置き換わりが急速に進んでおりまして、これが拡大し県内の感染者数が200人300人と増加した場合には医療提供体制に大きな負荷が生じることも想定されます。加えて4月29日からの大型連休を控えまして、全国で人の移動が幅広い年代で活発になることから感染のリスクが今以上に高まる状況にあります。県民の皆様にはこれまで島根県の対応に基づきまして県外への往来を控えることなどをお願いをしてきたところでありますけれども、この度の大型連休の期間中におきましても引き続き次の事項についてお願いをさせていただきます。一つ目が都道府県をまたぐ移動についてであります。都道府県をまたぐ不要不急の移動につきましては規制も含めて極力控えてください。県外からの規制につきましても極力控えていただくようご家族やご親戚の方にお伝えください。ただしやむを得ない仕事や通勤通学転勤就職活動婚礼葬儀法要看病介護通院生活必需品の買い出しなどでの移動は発熱などの症状がある場合を除いて控えていただく必要はございません。この場合も3密の回避を含めた基本的な感染防止対策を徹底しまして県外の方と飲食することについては控えてください。またやむを得ず沖縄県を訪問される場合には沖縄県と政府から要請がございましたので事前にワクチン3回接種を完了するかまたは検査を受検し陰性であることを確認していただくようにお願いいたします。やむを得ない理由で帰省された方が実家等で生活を共にされる場合には家庭でできる感染予防対策を徹底していただくようにお願いをいたします。なお県内に限った旅行観光は控えていただく必要はございません。2点目が基本的な感染対策の徹底であります。
人の移動が活発な時期となります。県外からやむを得ずこの帰省される方はもちろん、県外との往来をしない方も、3つの密の回避、人と人との距離の確保、マスク着用、手洗いなどの手指衛生、こまめな換気など基本的な感染対策に取り組んでいただくとともに、休憩室、更衣室、喫煙室などの居場所の切り替わりに注意をしてください。また家庭におきましてもこまめな換気に心がけてください。3点目が飲食店の利用についてであります。飲食店等の利用については各店舗において感染防止対策を徹底し、県民の皆様にはそういった店舗をご利用いただくことを前提としまして、次の事項をお願いいたします。まず飲食の際の人数を4人以下としていただくこと、ただし大田市以西の県西部地域と沖地域の飲食店利用の場合につきましては8人以下としてください。この人数制限につきましては、自宅で食事をされている関係にある同居家族などがこの飲食店等を利用される場合には適用の範囲外、適用除外といたします。この扱いは県内すべての地域を対象といたします。2つ目に、時間につきましては複数の店舗を利用する場合も含めて合計で2時間以内としてください。3点目に、帰省された方を含めて県外の方との飲食は県内、県外を問わず控えていただくようにお願いいたします。県といたしましては、引き続き全国また県内の感染状況を注視しまして、国や他の都道府県、市町村、医療機関などと十分に連携しながら、感染拡大防止、医療提供体制の確保、ワクチンの追加接種の推進、地域経済の回復に全力で取り組んでいく考えでございますので、引き続き県民の皆様のご理解とご協力をぜひともお願いを申し上げる次第であります。私からのお願い事項は以上であります。ご質問をお受けいたしますので、ご質問のある者の方は挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。参院長新報社です。よろしくお願いします。はい、本日発表分の感染者数の実数なんですけれども、松江保健所管内過去最多になっております。で、呼びかけを続けてこられた知事として、高止まりを続けているこの状況について、受け止めを伺えればと思います。よろしくお願いします。松江保健所管内が何人でしたっけ、保健所管内が119ですね。119で、5時以降に発表があると思いますけれども、119のうち6名の方が安来市、それから113名の方が松江市という内訳でありまして、松江市の数字は先週の98人というその時の最高の更新に続いての数字が更新されている状況にあります。お手元の資料かな、お手元のこの横長のカラーの資料を見ていただきますと、先ほど申し上げました1月の、最大値、1月のこれまで過去最高圏内の数値は190人、ここですね、190人。で、あります。で、本日の数字は186人でありますので、過去2番目、190人に次ぐ数字となっております。で、今ご指摘のあった松江市の数字は、この1月20日の1月の最高、これまでの最高値が1月ですから、1月の20日の最高値の中でのシェアというのは大体 13%、 190人中24人という水準でありましたけれども、昨日確認分、今日発表した数字ですね、186人のうち、松江市の数字が113でありますので、死者誤認すると 61% という状況にあります。従いまして、
まあ、まあ、今のその増加が7波だとして、1月が6波だとしますと、まあ、6波は、まあ、松江市以外の、まあ、感染増加に対してどう対応するかということが課題でありましたけれども、まあ、今、このところの数字は、まあ、常に松江市が 50% を超える、6割に迫る、まあ、6割になったといった数字でありまして、まあ、人口の規模は65万中、まあ、20万在、大体そんな感じですから、まあ、3分の1の人口比のところが、まあ、6割ということでありますから、まあ、松江市問題になっているという認識をせざるを得ないという状況であります。で、まあ、お手元の資料の、ですね、まあ、まあ、人口が多いので、まあ、公平、客観的に見ようと思いますと、まあ、人口10万人当たりという数字が、一つの目安になりますけれども、2枚目のグラフを見ていただきますと、ちょっと町村を除きまして、まあ、市をピックアップした人口10万人当たりの、年明けからの推移でありますけれども、まあ、のシェアが高くなっているということにと連動しますけれども、松江市の赤の数字が、島根県の全体の数字を大きく、まあ、上回っておりまして、人口10万人当たりの数字が263。2番目の市であります、まあ、出雲市が、まあ、160、まあ、とちょうど県平均ぐらいでありますから、まあ、県平均を大きく超えているのは、まあ、松江市さんという状況であります。で、まあ、もう一枚めくっていただきますと、まあ、これは実数ベースですね、まだ人口との兼ね合いを気にしない生の数字でいきましても、人口10万人当たりの直近1週間の感染者数というのは、まあ、ここ数日、ここ1週間でさらに競り上がっているという厳しい状況にございます。で、一旦全国の数字、4ページ目をご覧いただきますと、4ページ目の数字は、県内全体の年代別で見た直近1週間の人口10万人当たりの推移であります。このところ増えておりますのは、この、まあ、ピンクっていうか赤かな、まあ、ピンク色の数字でありまして、18歳以下、いわゆる高校生と高校生未満の年代が競り上がっている状況でありまして、まあ、ブルーのですね、ブルーの、いわゆる大学生から社会人に当たる20代、まあ、10代後半と20代、の数字というのは、4月に入って急増しました。まあ、これはおそらく、進学等に伴う人の移動、それから社会人の転勤等に伴う移動、採用等に伴う移動、この年代のこの4月の時期の移動で、人の移動が多かったものですから、4月当初は競り上がりましたけれども、今のところ、足元では落ち着いていると。で、逆に、この18歳未満の数字が急増しているという状況にございます。でこの18歳、まあ、その 年代の数字とその松江市の動向を重ね合わせてみますと、5ページ目のデータをご覧いただければと思いますけれども、これは人口10万単の、10万単位の松江市の年代別の数字であります。まず最初には棒グラフで、棒グラフのところで、大きく18歳以下と、この、松江市の18歳以下の数字と、県内の18歳の以下の数字を比較しています。人口10万単ですので、人口当たりの数字ですけれども、先ほど申し上げた全県の18歳以下の数字は、松江市以外の数字はまあほぼ横ばいまたは微増でありまして、松江市の数字が急増していると。ということに伴って、先ほど申し上げた18歳以下の県全体の数字が引き上がってきているという状況であります。だから、まあ、赤の数字が18歳以下
の全体の数字ですけれども、もう一つ細かく松江市の数字を見てますのが折れ線グラフの数字です。で、折れ線グラフの数字、上から2つ見ていただきますと、真っ黒のやつが、棒が6歳以下ですから、まあ、あの保育園児または保育園に行かれている前の子どもさん、それから緑の数字が7歳から12歳ですので、これは小学生の数字であります。この2つが切り上がってきているという状況でありますから、保育園と、それから、保育園に行かれていない家庭でおられる子どもさんもそうですけれども、そういう保育園相当の年代の方と小学生、特にその輪が増えてきているという状況でありますので、こういったところに対する対策が必要でありますけれども、保育園というのは、基本的には家庭で対応することができないので、通われているということでありますから、ここについては、正直言っていろんな要請を、しようと思っても限界があります。学校についてはこれまでも1月それから2月と、そうですね、県下でいうと、1月が出雲、浜田、江津、それから増田、大南、そして自主的に行われた大田市の小中学校、そして2月が雲南市さんですかね、で、学校の小中高の形で行いましたけれども、今のこの松江市の状況を見ますと、学校の中で、ターゲットにすべきはですね、よく見ていただくと、中学生の世代というのは13歳から15歳ですので、これは下がっております。で、高校生の16歳から18歳の数字は、もともと上がっていないという状況でありますので、学校の中でターゲットにすべき、焦点を当てるべきは小学校という状況でありますから、今週月曜日に松江市に対しまして、学校単位での発生状況などを見まして、いわゆる合併前の旧松江市内に限定して、小学校の休校を来週、これはウィークデーが休みがありますので、4日間ありますので、その4日間の休校を検討されるべきではないかというふうに提案をいたしました、打診をいたしました。残念ながら本日のところを回答いただきまして、来週4日の休校については行わないというご回答でありましたので、なかなか島根県としては出せるアイデアは出しましたけれども、松江市において採用されないという状況ですので、大変危機感を持って、具体的な分析をした上で、具体的な提案をするところまではいたしましたけれども、松江市さんにおいて採用されに至っていないという、残念な状況にあります。保健所設置市でもありますし、そういう意味では県知事と同じ立場におられますので、感染状況については我々よりも詳しくご存知な方なので、方々なので、私はこういう数字とか、こういった資料は提供していますので、この数字とか、今のこの年代別の状況とか、これまでの、6波に迫る状況、それに占める松江市の割合の大きさといったところを含めて、正直申し上げたと、危機感を共有していただければ、ご理解いただける内容だというふうに思いましたが、理由を詳しく伺ってませんので、なぜだめなのかよく分かりませんけれども、おそらくこの数字、同じ数字ですね、客観的な数字ですから、同じ数字に対する
数字の捉え方、危機感が全然違うということで、こういう残念な状況になっているというふうに私自身は受け止めております。大変大事な論点ですけれども、県としてできる提案、できる対策、できる分析は最大にいたしておりますけれども、残念ながら接算において採用されるに至っていないという残念で厳しい状況にあるというところであります。どうぞ。ありがとうございます。先ほどの知事の発言を踏まえてですけれども、松江市問題だとおっしゃっている一方で、県側の提案を、なかなか採用されていない状況があるというふうにおっしゃってたんですけれども、これから先のそのアプローチの仕方というのはどういうふうに行っていかれるんでしょうか、松江市に対して。私の今のところの認識でいきますと、この数字を見て危機感を持たれていないということは、なんか説明するとか、なんか理解を求めるとか、そういうレベルの問題じゃないので、こういう数字でも、まだ一時様子を見ても大丈夫でしょうって思われている方に、何を言っても厳しいんじゃないかと、ちょっと県の能力を超えている現状をどう捉えるかということにおいて、私はこういう状況を放置しておくことが、保健所の能力なりを超えて、今までのやり方を松江保健所ができなくなるっていうことの、危機感を含めて、つまりその感染を保健所の介入によって、一定程度コントロールしていくというこれまでのやり方が崩れかねないような数字だというふうに思っておりますので、私は危機感を持っておりますけれども、松江市当局の認識というのは、そういう危機感をお持ちじゃないと、ことか、それかまたは別のグッドアイデアをお持ちなのか、それは分かりません。後者を期待しますけど、どちらかでしょうね。それは申し訳ありません、私に聞くんじゃなくて、取材をしてください、松江市のしかるべき方々に。この数字で大丈夫だと思っているのか、それとも感染を抑える魔法のスティックをこうハリー・ポッターみたいにこうくるっと回すとヒュッと収まるみたいな魔法の杖をお持ちなのかは分かりませんけど、それは県民の松江の県民の皆さん、市民の皆さんが関心のあることだと思いますので、別途取材をしていただければというふうに思いますけど、推測としては危機感がないか、グッドアイデアをお持ちか、どっちかじゃないでしょうかね。ただ私自身はいろいろ批判のある手法でありますけれども、学校の短期の休校というのは、お手元の資料の2ページですね、2ページで、県内において、これは出雲市も含めてです、松江と都市、都市化の度合いが、ほぼ同じだというふうに言えると思いますけれども、人口規模もですね、同じ、社会構造の地域、松江と出雲市が1月の時点で186っていう、1週間あたりのその人口10万人あたりの感染者数というピークを迎えましたけれども、休校を減ることによって、感染者数を減らした、すみません、他の地域も同じです。これ2月かな、2月の雲南も同じです。ですので、結果は出ている内容だというふうに思ってますので、家庭の感染っていうのを、家庭内で止めるのは難しいんです。
帰省をされた方に伴う感染って出ちゃうんです。なぜならば、何度も申し上げているように、食事、トイレ、お風呂、洗面を共用してしまえば、それは感染リスクが普通にその会話するとかっていうレベルと全く違う高さなんですから、まあ、そういう家庭内の感染でなかなか抑えるのは難しい。ただそうなってしまうと、その子どもさんがおられればそこで家庭内感染が広がって、感染されたお子さんが学校に来られるというのはここまでは避けられない。で、無症状感染がワクチン接種をね、大人がしてるからは無症状感染で、子どもさんも無症状感染だと、学校の先生が気をつけるとか家庭が気をつけるとか、そういうその範疇を超えて、家庭の感染が学校に持ち込まざるを得ないというのは、これは学校の不手際とか生徒さんの注意力のなさとか、そういうことじゃないわけです。だからそういう今回のオミクロン株の特性を踏まえると、まあ、そういうことは避けられないわけなので、それを一旦休校する、つまり家庭と家庭が混じり合う場所で、これはもう避けられないわけですね。それは避けられない学校という場所で、家庭間の接触を一定抑えることで、家庭で生じてしまった感染を家庭内でとどめるという効果がもう構造的にあるはずです。発症する方は1週間、学校に出られずにおられれば、自分が発症したり親御さんが発症したりして、そしてその感染者として確認をされて、そして治療なり隔離をされて学校に感染として及ぶことはないし、まあ、濃厚接触者になったとすると自宅待機をされるので、学校に持ち込まれることがないという意味で、一旦ですね、そういうその家庭と家庭がこの交差し合う場所での感染の持ち込みというのを1週間といっても、土日も含めれば、ウィークデーの5日プラス前後、2日あれば9日ありますから、3回ぐらい、3時間線ぐらいまで、この生じうる、その期間の間に発症が出て確認されれば、そこで止まる。で、そういう、で、無症状感染のままでわからないものは、これはもう避けられません。だから、ある程度残りますけど、有症状の感染を家庭の中である意味あぶり出すことで、あぶり出されたものというのは学校に持ち込めないと、まあ、そういうことで感染を抑えることができると私は思っています。ただ学校の、まあ、学びが止まるという副作用はありますけども、まあ、そういった意味で今回のオミクロン株の感染力の強さ、そして感染に至るスピードの速さがあれば、2週間も3週間も休校する必要はないので、まあ、1週間と土日で、この家庭で踏みとどめるという効果を、まあ、発言することで、それ以降の学校での感染、また社会全体での感染をですね、抑えることができると、私はすみません、確信しております。ただ、この数字を見てもらうと分かりますけれども、ま、出雲市、同じ都市構造の出雲市で効果が発言されたのは、1月の上旬のこの直近1週間あたり人口が10万人あたりで186人という数字の水準でして、この時は私はこういう効果が発言できたと、発揮できた状況ですけど、今の松江市さんの数字というのはそれを大幅に上回る263です。ですから全く同じような、こう上がったものがこう降りるような効果を発現するのは難しいかもしれません。ある意味その出雲に比べると時期がもうだいぶ遅れてるわけですから。だからより深刻なんですよ。同じことをやったとしても出雲市と同じような効果が期待できない。ただそれは効果がないわけではなくて、上昇ベクトルが強いので抑える力が一定だとすると、こう落とすんじゃなくて横ばいだったり、上がる幅が小さくなったり、その程度に収まる。でもそれは感染を減らすんです。傾き、まあ、なんですかね、
1時間数の傾き10だったものが5になるとか3になるというのは、これは感染を減らしているんです。できればマイナスにしてほしいですけどね、なってほしいですけど、それぐらいその感染が進んでいるというのがこの数字なわけですよ。出雲市の数字はまだ急に競り上がりましたから、感染の蓄積度は少ないわけです。松江市のこの数字見てください。高いところにあってこうなってるわけですから、こうやって上がっていったところよりも感染の蓄積がはるかに大きいわけですよね。まあ、正直で市中感染がより進んでるんです。これだけの数字が続いてるんですから。なのでより難しいから遅らせる理由が全くないと思う。様子を見てるっていうそんな余裕があるような数字じゃないと私は思うんだけど、私は思うし、そんなことぐらい分かってくれるだろうと保健所を持っているところだからと思っていたけども、まあそうはならなかったというところが、まあ残念なところですね。ですので、まあ何ができるかというと、数字に対する評価を全面的に改めておらないと、上品な言葉で言うと、まあ、釈迦に説法ですかね。もうちょっと下品な言葉あるけど、そっちはやめておきましょう。釈迦ということにしておきます。はい、ありがとうございます。先ほどの話だと、まあ、これ以上県としてはその市にこうしてくださいとかっていうアプローチはもうしないというふうな、何ですか、そういったことでいいのかというのを確認とですね、まあ、とはいえその先ほど松江市問題とおっしゃったように、まあ、松江市が止まらないとそれに引っ張られて県内の感染者も止まらないと思うんですが、その上貞市長との直接協議でこう危機感をまた共有するとかって、そういった方法もあると思うんですけども、その点についてはいかがでしょうか。いや、私はこの数字を見て気づかない人が気づくこと、私が話したからって気づくことないですよ。私のこのダミ声聞いたからって言って変わるわけがないでしょう。これは数字ですよ。この数字に対する感性の問題です。X、なんだ、そう棒グラフとか折れ線グラフとか、三要数字がね、私の声に変わったところで変わらないでしょう。で、私はもう正直申し上げて2回目ですよ。そんな世の中、ね、甘いもんじゃない。申し訳ないですけど、まあ、JF 島根と似てますね。これはこのままでいいと思ってる、もうトップとかトップの周りの人たちが思ってるっていう状況を、まあ、市民の皆さんがそれでいいと思われるかどうか、そういう市民県民の皆さんの声しか認識を変えてもらうことはできないじゃないですか。まあ、県知事としては言いましたよ。それ私が直接話してませんけど、野津教育長が松江市の藤原教育長さんかなのところに月曜日に話しに行って打診をしている話ですから、まあ、県として、まあ、できるだけきちんと直接伝えるという対応はしてますし、松江保健所がこの数字を理解できないわけではない。まあ、今の状況を変えれるのは市民の皆さんの声しかないんじゃないですか。ですから、きちんと報道していただかないと、市民の皆さんは状況を把握することすらできないので、県政記者クラブの仕事かどうかは微妙ですけど、まあ、市政所属の記者の皆さんと相談していただいて、まあ、こういう状況でいいのかどうか、いいという見方もあるんです。日本全体はね、はっきり申し上げて、日本全体のスタンダードはこんな数字で
なんかビクビクしている方が、まあ、おかしいというのが、あのジャパンの、あのナショナルスタンダードだと思います。でもそれが県民の皆さんが望まれている姿かというと、そんなことはないでしょう。医療崩壊しなければいいのか、保健所の業務が崩壊しなければいいのか、私は違うと思っています。私がお願いしていることなので大変心苦しいですけど、今松江市内の飲食、これはすみません、松江市に引きずられて、県東部全体になってますけど、県東部の飲食は4人以下でお願いしないといけない状況にあります。いや、これが、いや、あなたが厳しすぎるからそうなってるんだと言い方もおられるかもしれませんけど、私が8人といようが、12人といようが、こんな感染者が出ていたら、松江の飲食店街に大勢人が出られるということはない。決して経済との両立はできない。東京や大阪ではね、風邪やインフルエンザと同じだから気にするな。ね、重症化リスクのない人はどんどん外に出て、感染なんか気にせずにお酒飲めばいいじゃないかっていう雰囲気が蔓延してますけど、そういうメンタリティーに島根県民の皆さんは少なくとも今ないですよ。私もそうですけど、風邪やインフルエンザだからといってかかっていいとは思わない。仮に同じだとしても違うけどね。そんなメンタリティーをお持ちじゃないから、気にせずいろんな消費活動をしましょうって呼びかけたところでそうなられないということは、島根県における松江市も含めて、そのコロナの感染拡大防止と経済活動の両立というのは、今の水準よりももっと低い水準で感染者数を抑えて、感染のリスクがそれほど高く、まあ、ゼロというわけいかないですけど、それほど高くないというふうに安心してもらえる環境を作ることで、いろんな諸活動がコロナ前とに近い状況に戻っていく、そのルートしか今ないと思っています。なので、医療崩壊しなければいいだろう、保健所の業務が回っているうちはいいだろう、でそんなことをやっていると、松江の水郷祭やる前に、県内の、その松江市内の飲食店がどんどん店を閉めなきゃいけない状況になっていきかねないんじゃないか。私はですね、この4月になりましても何度かお酒を4人以下で飲ませていただく機会がありましたけど、私はもうあれですよ、飲食店の経営者の方にお会いすると、それは当然4人ということをお願いしている立場ですから、まあ、早く8人とか10人できるように今頑張りますんでというふうに言ってますよ。そうしなきゃいけないと思ってる。タクシーの運転手さん、タクシーで帰りますよね、お酒飲んだら。タクシーの運転手さんだって同じですよね。遅い時間まで飲んでくれる方少ないし、台数も少ないし、ね、乗車されても売り上げはとてもコロナ前の数字の中に到底及ばないという期間が1月からもうこの4月まで、もう4月終わろうとしてますからね。1月の新年会の時期、3月の送別会の時期、4月の歓迎会の時期、これ、年間でいうと、本当ね、4本、5本に上げる、売り上げを上げる月が、4人という制限の中でしかお客さんを迎えられることができないという状況が、もう4ヶ月も続いている。もう早く終わらせたいと私は思います。それは感染の問題だけじゃないんです。病院が逼迫しなきゃいいんじゃないかっていうことじゃなくて、島根県におけるそのウィズコロナじゃないけども、経済をどう回すかっていう観点でいくと、やっぱり下げれる感染者は下げて、でそれに伴う県民の皆さんへのいろんな負担についてもご理解を得ながら、最小限にしながらそういう姿を目指していくっていうのが、
まあ、県民の皆さんから求められている、まあ、島根のウィズコロナだと思ってますので、まあ、この松江の数字の、松江の感染者の状況というのは、とてもとても経済が回っていくような、そんな数字ではないということです。まあ、こんな話はもう1回目の時にしてますから、市長さんには。まあ、ロジックも示して、数字も示して、理解を得られないんですから、ちょっと、まあ、なんていうか、その、もう島根県知事としては、ちょっとその松江市内については、今、お手上げの状況ですよ。それを変えれるのは、まあ、市長さん方に対する、市に対する、それでいいのかっていう、声が上がらないと、認識を改められないんじゃないですか。来週でいいとか、再来週でいいとか、もっと様子を見ようとか、そんな数字じゃないんじゃないか。っていうのが私の数字に対する見方。私からすると、よく例えられるのは、コップの水がね、半分残ってる、これを半分も残ってると見るのか、半分しか残ってないと見るのか、まあ、よく言われるじゃないですか。私は、今の状況は、コップに5分の1水が残ってる。私は5分の1しか残ってないと見る。松江市さんは5分の1も残ってると見られてる。ちょっと、まあ、理解しがたい状況ですよね。いや、それで経済が回るのか。いろんな人が、いろんな人がもういろんな、まあ、コロナの治療薬が、ね、ちゃんと開業医の先生方まで出せるような、そういうインフルエンザと同じような状況になれば、5類になって、こんなことはなくなりますけど、それまでの間は、まあ、いろんな立場の方が、少しずつちょっと我慢をしていただいて、全体として、まあ、全体としてうまく回るように、少しずつ協力をしてもらわなきゃいけない。飲食店の皆さんにも、利用される皆さんにも協力をしてもらっている。学校のもし休校になるとすると、親御さんも生徒さんもそういう負担が生じる。でそういう負担を最小限にしながら、やっぱりなんとかその方々以外の方のためにも協力をしていただくっていうところを探して、お願いをしていくっていうやり方を当面続けないと、なかなか東京マインド、大阪マインドに島根県民の皆さんがなるとは、ちょっと思えないということです。はい、どうぞ。はい、すみません、ありがとうございます。先ほど日本全体のことにも少し触れられたと思うんですけども、まあ、徐々にビクビクしない方向にというか緩和の方向に行ってるというふうに町知事もおっしゃっていて、実際まあ国全体だったりとか、まあ、東京都を含めてですけど、ゴールデンウィークもまあ例年のようなというか以前のような強いこう自粛を求めたりという動きはない中で、まあ、島根はやっぱりその自粛を求められるわけですが、まあ、それについても先ほどおっしゃったように、まあ、安心できる数値になるまでは基本的にこのスタンスを変えないということでよろしいですか。まあ、もう一つ違う側面があってですね、1ページ目に ちょっと見にくい表ですけど、初めて見ていただく表にしてます。横軸が、まあ、一応、第6波を、まあ、年明けと、まあ、島根県の場合、年明けだったので、年明けでいこうとして、4月の17日までの数字を、横軸が人口10万人当たりの感染者数です。で縦軸が人口10万人当たりの死者数です。ですから、人口の高は関係ない客観的な数字にしています。で、まあ、はっきり分かるように、まあ、こういう名刺入れてますけど、非常にばらつきがあります。私は感染者数が多くても、死者が、出なければ、まあ、それはそれで感染症対策としては一つのやり方だと思いますよ。ただ、この指標を、まあ、統計上処理すると、
まあ、一番この点の分布に近い直線というのは、この直線になります、統計上。そうすると、これはやっぱ感染者数が増えると、死者数が増えるっていうことですよ。まあ、厳密に言うと、例えば、福井県ですね、福井県が下の方に、あるかもしれません。感染者数が島根県よりも、ね、まあ、2倍ぐらい、感染者数2倍ぐらいで、死者数が人口10万人あたり同じ。だから、感染者数が2倍になっても、死者数が変わらないっていう例がないわけじゃない。ただこれは、そこに持っていけるっていうのは、ある意味偶然なわけです。感染者の増を許容して、どう動くかというと、基本的には死者数が増える。で、すいません。他の県もそうですけど、別に感染者数を増やそうと思って増やしてるわけじゃない。抑えた結果がこうだから、ね、これがその、優劣とかっていうつもりはないですけど、感染者数を抑えようと思って、この数字まで抑えれてるのに、それを放棄して、わざわざ死者数が増えるような感染容認政策を島根県が取る必要ないですよねと。そんなリスクを取る必要ないですよねというのが、この数字だと思います。なので、今のやり方を継続していける、うちはやっぱり継続をして、で、その、感染者数も少ない、死者数も少ない。っていうこのポジションをわざわざ自分で放棄する必要ないと思ってるんです。いや、これができなくなったら、こういう状況が保てないかもしれません。ただ、この努力を放棄する必要は全くない。このポジションをわざわざ手放す必要ない。わざわざ人が、死者が増えかねない、政策を取るべきじゃないと思ってます。で、もう一つ言うと、これだと数字がはっきりしないので、縦表で実数を置いてます。感染者数は人口当たり46番目ですね。人口10万人当たりの数字。死者数は47番目です。特に今回のその往来について言うと、まあ、感染を抑えるために申し上げているので、まあ、感染の状況を見ていただくと、島根県の感染者数よりの2倍を超えているところっていうのは、宮崎県以上です。30都道府県ある。3倍を超えているところは14都道府県。4倍を超えているところは3つ。で、5倍が2つ。やっぱり感染者数を抑えているので、やっぱり多くの県が感染者数がうちのよりも多い県なんです。で、そうすれば当然県内にいるよりも感染リスクが普通に高いですよね。わざわざ高いところに行ってもいいですよっていうポジションに島根県の場合はないので、おすすめご自由にどうぞと言ってわざわざ感染者を増やすような対策を取るつもりがないということです。真ん中だったりね、正直言って上の方だったりするところはいいでしょう。出て行った方が感染者数が、市中感染の度合いが低いんだから。ね、自分の感染リスクが高まるわけじゃ逆にないわけですよ。そういう方々にとっては、自由で構わないでしょうけど、低いところにとっては、出ていく方がリスクが高いのにわざわざ、控えなくて結構ですよっていう必要がない、ポジションが全然違いますよね。なので、こういう客観的な数字が出ている以上は、わざわざ生き慣れないところに行って、感染リスクにさらされる、で、感染して帰ってこられるって、県内の感染者数が増えていくっていうことの方向に傾くようなお願いをなんとかせずに、今の足元の数字も過去最高に、迫る数字ですから。そういうことを許容できる環境にはないということで、県民の皆さんに、ぜひとも他の県とか、多くの県、それから全国的なスタンダードからすると、正直、少数派、極めて少数派の対応かもしれませんけれども、島根県の立ち位置からすると、わざわざこれを緩めて、感染者を増やしていく、
ということをやることに合理性が見出せないということなので、今までと同じスタイルでなんとかその治療薬の普及なり何なりを待つと、で そしてまあの県内の数字を抑えていけば、まあ、県外往来自体を許容できるあの数字とかになればですね、またその治療薬の普及なんかなくてもそういうこともあの県外往来を細かくあのとにかく申し上げなくても済むタイミングも来ると思いますので、ともかく今のこの最高水準に近づいている、なおかつあの最あの見ていただくと分かりますけど、あの福井県とかだってうちの倍なわけですよ、ね、あの人口 10万人あたりの感染者数倍ですよ。だからまあ同じようなあの山陰側の県ですよね。そういう県、別にあの大阪に近いわけでもない、そういう県があの感染者数が人口10万人あたり2倍になることが普通にあるってことは、島根県が今200前ぐらいで最高更新とかって言ってますけど、400になることだって全然あり得る。400になったって大丈夫ですなんてことを軽々しく言えるような状況には、その医療の関係も含めてもそうですし、保健所もそう、あの経済の面から言ったってそうだし、わざわざ、まあ、あのこれぐらいの数字だから2倍にしたっていいんじゃないか、ある程度感染者数が増えたっていいんじゃないかっていうふうに舵を切れるような、その舵を切るような、すみません、私には度胸がないです。堅実にこのコロナ対応をやっていくっていうのが正しい、今の中であの100点じゃないと思いますけど、あのいろんな選択肢がある中で50点、60点、70点、あの100点、どれも100点じゃないと思いますけど、まあ、あの一番あの点数の高い合理的なやり方じゃないかと思ってこういうお願いをさせていただいています。すみません、読売新聞林です、よろしくお願いします。確認なんですけれども、まだこあの当然、まあ、こちらでも取材するという丁寧なんですけれども、松江市の関連なんですが、松江市の方は、まあ、休校措置が取れない理由というのは何か示してるんでしょうか。いや、あの取れない理由というロジックなのか、取る必要がないというロジックなのか、それすら分かりません。あのやりたいけどやりたい、今の林さんの話というのはやりたいけどやれない、だけどやる必要性は認めるけど、だけどやる必要があると思われているかどうかも分かりません。私はあのこの数字だとあの枕を高くして寝れませんけど、理由自体伝わってないということですね、はい、現在あの、まあ、なんていうか、あの電話でのやり取りでは聞いてますけども、まあ、どういうふうに最後言われるか分からないので、まあ、私の方で不正確なことを言ってもいけませんから、あの正式に取材をして聞いていただければと思います。わかりました、ありがとうございます。だからあのやるし、あの やる必要、私が何度申し上げているように、あのこの数字に対する認識が違うとすると、この程度の数字でやる必要がないと思われている可能性もあるでしょう。で、あのやる必要はあると分かっているけど、いろんな問題があってできないと思われているかもしれない、まあ、それはいろんなあのバラエティがある やらないロジックはいろいろあるでしょうから、そこはあの最終どういうふうに、まあ、市の方で言われるのか、まずあの正式な取材 をされてからあの答えられた内容じゃないといけないと思うので、私はあの一つ手には聞いたり、あの電話で聞いてるあの職員はおりますけども、ちょっと具体的に申し上げれるほどその正確さを知せる内容がないと、よくわからない。わかりました、ありがとうございました。その他ご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。すみません、あの往来のところでちょっと追加でお伺いできればと思います。はい、あの例えばですけど、まあ、県外からの観光客の方、どうしても大型連休ですので、はい、まあ、島根に行ってみたいわという方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった方々に対しては、今回はその知事としては、そういった方はもうちょっと今回はご遠慮くださいというふうな呼びかけをされるのか。まず一つ、あの46都道府県の住民の方が島根県知事の呼びかけなんてまず目に触れることないでしょう。無理です、はっきり言って。
県民の皆さんだから島根県民だから島根県知事の話を聞いてくれますけど、自分のところ の知事がご自分どうぞと言ってるのに、島根県知事が何か言ったっても正直で まず効果が期待できないが まず一つ。もう一つ、これまでたくさん県外往来で感染者確認されてますけども、旅館やホテルなどでその観光に絡むところで の感染拡大というものは確認されておりません。これなぜかというと、当然旅館ホテル、飲食店も含めて当然それぞれのガイドライン、要するにプロが対応されるわけですよ。プロがよほどプライベートな友達の家に泊まったとか、実家に帰省したとか、それは家族以外の人と赤の他人、その生活を全く別にしていた人とトイレやお風呂や洗面を共用するわけだから、感染そっちの方がはるかに多くて、ホテル旅館に泊まるっていうのは一回きれいにされたところにクリーンルームに入られて、家族一緒に来られた人と間で家族のような接触をされるだけなので、その外の人たちとそういう帰省とか飲み会をするとか、そういう接触ないわけですよね。ただそういうその構造からしても低いですから、きちんとその各業界で対応していただくことで感染拡大の目になるという可能性は極めて低いというふうに判断しています。ただこれは県民の皆さんの気持ちとして、自分たちが県外に行って同じようなことをできない中で県外から来られて自由にやられているということに対して釈然としないとか、自分が我慢していることに対して、そことのバランスでですね、納得感が納得できないというふうな気持ちをお持ちになられるのは、これも十分に理解します。理解しますけれども、止めようもないし、止めることについての感染対策上の合理性も乏しいので、止めませんし、それはそれで経済振興にもなりますし、感染拡大防止と両立する形で、県外客に来ていただくということについては、県民の皆さんの気持ちとして釈然としないということは重々理解をするんですけれども、それを止めることは、それはそれで、感染対策上合理性がないということと、実際にやったとしても効果がないということと、あと経済的なマイナスが大きいということです。釈然としない、自分たちが県民の皆さんが対象でやられていることとの兼ね合いで、自分たちがこんな制約があるのに、なぜその県外の方が自由にこういう行動できるのかというアンバランスについて、理不尽さを感じられるというのは、十分理解をするんですけれども、そこはそれは県内、県民の行かないこと自体が、我慢していただくこと自体がご自身のためにもなるし、島根県のためにもなるし、それが無駄にはならないわけなので、そこの点をご理解いただきながら、難しいかもしれませんけれども、ご理解をぜひともお願いをしたいというふうに思っております。はい、どうぞ。ありがとうございます。先ほどの関連でですね、部活動については、今日のそのリリースで、その学校長を認めた場合には、ゴールデンウィーク中もその練習試合をしていいというような発表があったと思うんですけども、その点がその県外との往来のところとの考えの方の整理というか、どういうふうに受け止めればよろしいですか。だから、すみません、部活動は、すみません、趣味だと思えば、趣味だと思えば旅行と同じでしょうね。好きでやってることだと。ただやはりその文武両道というその学校の教育方針になり、自分のために勉強も頑張るし、その部活も頑張るというそういう中で一生懸命やってる子どもさんからすると、決して楽しみにというか、なんかそのレジャーで行ってるわけじゃないと私は理解してますし、なおかつその部活動の成績をもとにですね、自分の進路、自分の進みたいその競技で、その自分の行きたい、その自分のためになる学校なりに進学をしたい
でそういった推薦を取るために、しかるべき舞台で、まあ、きちんとした成績を残したいと、まあ、進路にも関わる、まあ、そういう意味でいくと、それで観光とは違う、それで大事な仕事に近い、私が申し上げた例外事項でいきますと、まあ、通学と見るのか、やむを得ない仕事にと見るのか、自分のために欠かせないものとして許容したい、許容するつもりです。ちょっとそれ部活動まで入れてませんけど、まあ、そういうことです、まあ、例外として扱ってしかるべきではないかというふうに思っています。ありがとうございます。その他ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。知事よろしいでしょうか。はい、以上で記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。